アビス教団からの果たし状のことか。もう知っている。わざわざ知らせに来てくれてありがとう。おい、暁ワイナリーの情報網はビジネスだけじゃないってことだ。じゃあディルックの旦那はどうするつもりなんだ。君たちの意見を聞かせてくれ。それではアビス教団の思うツボだ。奴らは僕と騎士団の間に確執があると感づき、僕を騎士団の前に引きずり出そうとしているんだ。僕の正体が騎士団に露呈すれば、今後の行動は騎士団の制限を少なからず受けることになる。権力を握っている組織というのは、部外者が代わり…アビス教団の奴ら、なんて難題を投げつけてきやがるんだ。無論方法はある。だが情報が必要だ。果たし状にわざと隠されていた情報がね。わざと隠されていた？読めない部分のことか？あれは奴らだけが読める暗号のようなものだろう。つまりあれは単なる果たし状ではなく、奴らの行動通達の一種なんだ。双方の立場が対立した時、一方にとっての英雄はもう一方にとっての悪人となる。僕は長いこと奴らにとっての悪人となってきた。アビス教団が僕という目標を見据えることで、その力はより団結を増すことになるだろう。英雄になるためにはディルックの旦那みたいなすごい頭脳が必要なのか？ただ奴らのことに詳しいだけだ。英雄とは見方を変えれば悪人だからね。でも読んでもわからない部分についてどうすればいいんだ？簡単さ。わからなければ聞けばいい。奴らの拠点はすでに把握している。興味があるならついてくるといい。ここだ。このような古い遺跡に隠れるとはアビス教団らしい。さあ先を急ごう。火を吹け！
仰せのまま。熱々でしょ？
裁きを受けよ。こんなところまで乗り込んでくるとは、騎士だめ。僕を騎士なんかと一緒にするな。さあ、計画の中身をおとなしく吐いてもらおうか。手紙を読んだのか？お前にその秘密を教えるわけがないだろう。自分の立場をまだ分かっていないようだ。手を媒介に神の目の炎を放った？あげいつまで我慢できるか見てみようじゃないか。やめろ、頼むからやめてくれ。死んだふりしても無駄だ。この程度の炎では。ん？気絶したか。おい、まだ寝るには早い。言うから、もうやめてくれ。全部教える。巨団は闇夜の英雄を憎む者を、明日22時にモンドの正門へと奇襲を仕掛ける。知っているのはこれだけだ。本当だ。だから、あの炎は。それだけか。ふん、ならいい。もう何かを隠せるほど強い。情報は手に入った。僕は準備を進めさせてもらう。可能であればこの件について騎士団の動向を見ていてほしい。はい、任せてくれ旦那。突然どうした？ついさっき、ディルックの旦那はオイラの怒らせてはいけないランキング1位に堂々ランクインしたぞ。